はい、中ょ太郎です。あの、栃木、那須町の事件が動きがありましたね、実行役、下体の実行役とされる男2名、20歳、ね、なんか、韓国籍の男、そして、元俳優、20歳で元俳優って何だって、なんか、なんか、なんか、キラトとかなんか、 キラキラネームっぽいようなやつの名前なんだけど、まあ一応面識があるみたいな形で、ねもう一人は韓国籍って言ってる在日だと思いますね。韓っていうふうにあだ名だと思って言ったけど、韓という、まあ韓国でよくある名前。で、いうことは日本語がきちっと喋れてるということだと思うので、まあ在日韓国人なのか、それとも、うん、まあそこはわからないですけど、まあ、そのガキどもが、 クソガキどもが、二十歳のクソガキがやった、ずさんな犯行、おかしいっていうことは私は最初から言ってるんだけど、こんなの、プロでも何でもない。要するに、指示役ってされる 28, 28歳って言ったって、これもクソガキで、その上がまだいるって言ってるから、まあなんかの形で、要するに、えー、殺人、そして死体器のところをやってくれっていう風に、なんか格好つけてや、やれるかのようなこと言ってるけど、やれやしてないくて、うん、やってるけどこんなこと あっという間に全員逮捕でみんなベラベラ喋ってるっていう漫画みたいな話で、いや、そんなことはこいつらが何をやろうがけいいんだけど、結果として二人の人が、まあ、いくら何がトラブルがあったって、こんな殺され方される言われはないわけですよ。どんなことがあっても。もうちょっと何かトラブルがあって、で、これら全然関係ないって言ってるわけですよ。だから、これって行として殺人を行ったっていうことがめちゃくちゃ重いです。で、指示役というされるという男が、 いて、俺は現場に行ってないし、立案計画も立ててないし、って言っても、ここは重くなります。それルフィ強盗でも言ってるように、そうなります。海外にいて指示したからって言っても、それ、同等、それ以上のことになるで、今出てきてる名前の人間は、おそらくこれは死刑。休憩死刑をたれて、もう、二人亡くなってるんで、無期とかじゃないですね。強盗殺人並強盗殺人だったら、一名だったらもう、も、まあの、無期。 の判決。今の判例でいきますと、またぐっと量刑重くなってますし、二人、次はやり方がもう残酷。で、社会に与えた影響は大きいということになれば、この二十歳の兄ちゃんたち、もうここでもう一生出れないところが、ねそういうことです。うん。もうあの、問答無用です。あのー、バカだなって。だから本当に、本当になんか言うのも、 アホとしか言いようがなくても取り返しがつかないんですよ。これ何を泣こうが叫ぼうがもう、こっからもう本人たちは食いると思いますよ。ちょっとしたお金のことで、ね、ノリで、やれもしないのにやれるって言って格好つけて、結果こんなことになって、もうあとはもう、あの足の引っ張り合いですわ。これ見とっても。こんなバカなことがもう絵に描いたような、あの、こういう話をずっとしてきてると思うんですよね。私、これ。 あの、君たちやめなさい。人殺しはダメだ。事件はあの、すぐわか、捕まるし、あの、大変だって言ったってわかんないから、面白おかしく前科3番でふざけて言ってるけど、こういうことにならんがために、ね、それガキども見ないから、私の動画これ。ね、10代20代の子たち見ないからいいんだけど、もう別に見ろって言ってるわけじゃないけど、知ってりゃこんなことやらない。逃げるタイミングというか、避けるタイミングがあった。こんなことしても一生パーだ。 親、兄弟、親戚からもうどうするんだって。アホとしか言いようがない。まあでも、こういうことは大きく報道してこうなるよっていうことを今のガ,ガキどもにですね、わか、分からした方がいい。ノリと格好と適当にやってることが、相手の命だけでじゃなく、自分の人生も親、兄弟、周り、みんなもうなしにするよ。これ本当にもう出てこれませんから。はい。仮に死刑が何かの形だって無き 懲役であることは間違いないんで、実行役、指示役、今出てるこのところ、まあ、最初の時点で、この言った、捕まったやつはどうかわからない。でも、指示を出したっていうことと、ここに行った人間は、うーん、この最初の、最初の、あの、25歳っていうのはわからないけども、行為をやって、でも、立案計画して、ここに重要なポイントで、どこまでの関与があるかっていうことなんだけど、今回捕まった二十歳の、 っていうのはもうどうしようもないですね。あと28歳の指示役とされる。だここが指示役っていうことだけど、実際どうなのかっていうことです。どういうような状況になっているのか、人間関係があるのか、実行行為をしてなくても、もう実行行為者よりも、あの、うん、重い刑になることは、もうままあるんで、じゃあ最初に出頭したやつはどういう意思で、おい、出頭しとけと。 言うふうにして、ごまか、言わなくてっていう風うに、そのための金だったのか。うん。ここは大きなお金が動いてるっていうことと、もともとはまだまだこれ、全体の事件の概要はほとんどわかってないです。3割ぐらい。なぜこういうことに殺害計画まで至って殺害しなきゃいけないかっていうことと、本当の最初にこれを思った人間はどこなのかっていうのがまだわからない。 ね、このクソガキたちでも逃げる、隠れる、どうこうするっていうことはさせてるんで、まあ、最初の手引きだけはして、あとは自分たちだけど、結果、ホテルに滞在とか、ほんのバカなんですよ。うん、沖縄にとかもう、素人以下の話で、準備してるようで、ね、もうちゃんと、もう、潜伏先っていうものがきちんと確保してなきゃいけないし、 こういったことによって潜伏しなきゃいけない状況にもう事件を持ってった時点でアウトなんですよ。潜伏しきれるわけがないじゃないですか。事件があってこんな風になって。あっという間で秒速でもう犯人のもう人物特定ができてこうなってるわけで、もう今のその警察のあの解析力はもう半端じゃないので、だってどこで何人、都内であればど、もう全部終えるんですよ。何をやってたか、どこにいたか、 携帯電話も分かれば解析も位置情報も全部分かるんで。ましてや、こんな形の殺人事件なんていうのは、もう警視庁そしてね、栃木県警も本気になってやってるんで、こんなことは許されないんですよ。もう舐めてるんですよ、世間を、社会を。まあ、どういう教育でどういう育ち方したかっていうのはもう言及しませんが、もう根本的なこと うん、何をして、何をしたらい,いかっていうか、そんな倫理をよりも、こうしたらこうなるっていうことです。もう、そんな理屈じゃなくて、人を殺したらこうなりますよ。ましてや、頼まれて金で人を殺すなんていうのはもう重罪で、もう無期か死刑しかないんですよ、今。いや、勇気になって30年。まあ、果たしてだから50で出てくれは、俺より若いからいいのかって、そういう問題じゃないですよ。うん。 まあ地獄を見ますよ。で、苦しむ様子、あの苦悩する様子をですね、これを本当にみんな知った方がいいんですよ。そういう意味で人を殺しちゃいけないでも、っていう教育をするしかないんですよ。いくら何があってもこんな殺され方うん。あのー、空き家に連れ込んで、夫婦で、えー、ボコボコにされて結束バンドで、で、燃やされる うん、こんな亡くなり方をする言われはないです。何をしたかとても、違う方法で何かあったとしても、ましてや関係ない人間が、二十歳ぐらいの、こいつらの方が本当に怖いんですよ。わからないから。よもうね、殺し方もやり方もわかんないで、もう殴り殺しみたいなことをしたっていうことがね、もう目、手に取るようにわかるんですよ。アホとしか言いようがないですよ。だから自分らが今度はね、ね ?13 階段から吊るされるってことになるんですよ。因果応報って言ったらこういうことです。以上です。 はい、えー、改めまして、超駅太郎です、えー。最近、この私、本を書かせていただきました。えー、4月26日に発売となります。この本は、子供向け、中高生、ね、あの、今、いろんな問題が起こっております。ただ、子供向けと言っても、実は、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんにも見ていただきたい。そして、特筆するべきは、QR コードがあります、えー。内容を変えていきます。もう、少し前のホスト問題、今もう、あれから半年経って、 古いですよね。この本を書くときはその半年前だったんですね。ホスト問題がこう起こってる。でももう本が出る頃にはもう古くなっていってしまいます。あの情報が遅くなっている。だけども、この QR コードから飛んでいただければ最新のことが少しずつ変えていけるように、え、YouTube のサブチャンネルの私のチャンネルに飛ぶようになっています。まあそういった新しい試みの本です。よろしくお願いいたします。下、あの概要欄に えー、貼ってありますので、アマゾン、あるいは書店、一般書店からお買い求めいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。